そういうこともするんですね、なんかね、家庭的な。いや、そりゃせんとさ、片付け、あれ、木下さん、これギターありますけど、ギターも結構弾かれるんですか？まあ、たまにはね、家で、その、昼間とか時間あるときに、なんか、あ、この歌ちょっと弾けるようになったらええな、みたいなのを練習したい。なんか、レパートリーってあるんですか？いやでもな、もう覚えてないから、その、あの、忘れちゃってみたいな。譜面ミント弾けるやつなんか覚えてないから、だから、今ネット、うわ、どうしよう、入らへんやん。いや、結構冷蔵庫パンパンですよ、大きな冷蔵庫ですけど。今、ネットでコードなんか出てくるやん。はいはいはい。それを見ながら、今、あれ練習してんねん、あの、なんすか？わちさん、別の人の彼女になったよって歌がんねん。これがいい歌なのよ。もう泣けちゃう。ちょっとじゃあそれやってください、次回までに。それを今ずっと練習してる。あ、ちょっとぜひ。うん、あとなんか流行りのやつとかできないですか？ヒゲダンみたいな。いやいや、出てくりゃ弾けるとは思うで。そうなんですか？ネットでコードが、うんうん、何、あのプリテンダーみたいな。だって弾き語りって言うけどさ、はい、プリテンダー自体がもう鬼のように歌難しいのに。確かに。どれだ、いっぱいあるで。おお。いい流れですね、急に。いやいや、でも分からへん。どれぐらい前からギターってやられてんの？いや、大学の時にバンドやってたから、その時に軽く弾いただけで。それが僕にとって君は何？答えはわからない、わかりたくもないのさ。たった一つ確かなことあるとするのならば、君は綺麗な。いいですね。で、こんなんしてる場合ちゃうんだよ。その、井上さん昔そのデイオブザレジェンドみたいな、うん、やられてたじゃないですか、うん、ああいうのはすぐパーって今弾けたりとか。あ、それは弾けるよ、だってちょっとお願いしていいですか？なかなかあの、普通の番組だとオファーしてもやってもらえないって聞いてますか、デイオブザレジェンド。いや、もうだって13年前やで。俺がだからなんで断ってるかって言ったら、はい、当時の音域が出ないのよ、もう13年前やから。へぇ。まあいいよ。どんなやったっけな、どんなやったっけな。ああ、そうですね。君との思い出をすべて僕は忘れない。あの場所で会えることを叶わないと知りながらも足を運ぶ。いつかまた同じ場所で見たい、笑い合えるようにと。君は何をしてますか？考えれば考えるほどに、会いたくてでも会えなくて、気持ちだけいつも変わる。やめていいかな。いや、今さ、いいです。乗ってきてたじゃないですか。恥ずかしい。いやいや、この恥ずかしい感じ出していきましょう。この動画を見て興味を持ってくださった方々、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。